その、それ工場によってね、うん、違うんです、使ってる土によって収縮率が、はい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 、だからその工場にあったスケールで割り増しで作ると、ね、でこんだけこれ割り増し、はい、でこれおかしなことえんらい大きいやんと思って、これでもうでもろくろ引いてから半分収縮してます、うん、これでうんこれではあ、さらにこんだけちっちゃくなりますから、作った時はもう もっとこれと同じ関係ぐらいの大きく作るわけですね。もうやっぱり 30% ぐらいだから。ああそうか、1個メールから使用型ですね。はいはい、で大体こう焼き物の場合は、うん、いわゆる普通の煮込みと、うん、それから圧力煮込み、ね、それと、水ごてっていう方法、機械ろくろ。うんでこれが機械ろくろの、うんまあまあ、最新バージョンがマシンですよ。あ、そのマシンだからマシン、ね、はい、そうそう、だから系の元なんですね。そうそう、先端のニュアンスが、はいはい、だから石膏で一応上げて、うん、これも渡して、うんうん、このニュアンスとなるべく近づけるようにということで、ね、はいはい、まあ、先端はね、先端は、はいはいはい、で場合によってちょっとカンナで当たると、はいはい、まあ、ちびってきたら、はいはい、っていうことで一応やろうと思ってます、はいはい、うん、了解です、うん、マシン今回の、まあ、一番最新の、それからこれだけね、ちょっと割れないように包んでくれる、この方もですか、そうそうそう、それこれもですね、はい、わかりました。で今これ違う、これは、ああ、それもやっぱ何ですか、伝統的なものを、まあ、最先端の、うん、あの技術に置き換えていくっていうことだね。うん、